それでは、総括セッションに入らさせていただきます。本日は長時間にわたりまして、700名以上の方にご参加いただきました。本当にありがとうございます。我々の会議、2016年からこのように実行させていただいておりますけれども、今日皆様の熱量と、そしてその日々日々行われておられる営みに圧倒させられました。そしてこの会議の存在意義そのものは、普段のその毎日の営みと、あまり日常は意識しない平和、この点と点をですね、線で結ぶ、そんな役割の一日だったのかというふうに思います。それでは、本日の経済会議につきまして、まとめであります、広島宣言にこれから移っていきたいと思います。それでは、広島宣言の投影をお願いいたします。この会議、2016年からビジネスのプラットフォームとしての国際平和の重要性を改めて関係者間で共有し、企業や NGO それぞれの場所での役割を見つめ直し、ビジネスと平和貢献のあり方の関係を多面的に議論すると、そんな場を提供してきました。被爆および終戦から75年の節目となる今年は、COVID-19 との戦い、あるいは共存の時代となることも踏まえ、平和を脅かす課題が生じない状態を作り出していく積極的平和の実現のため、これまで以上に経済と平和の連携について皆さんが積極的に議論していただけたのだというふうに思います。民主的で自由なビジネスを行うには、平和というのは前提条件であり、安全や平和が崩れるとビジネスは成り立ちません。積極的に貢献して作り出さなければいけない、我々自身にとって問いかけられている課題だと思います。次のページをお願いします。そして我々の今、人類は核兵器を生み出したと同じように、 SDGs という新しいこの世界の課題にチャレンジするための仕組みも生み出すことができました。その力においてですね、非常に積極的に前向きな力を本日も一日実感できた次第です。また、この SDGs があることによって、利益獲得と両立可能で平和な社会が構築されるというビジネス環境も改善され、正のサイクルが生まれていくというのが今日の結論かと思います。広島が原爆投下によって草木も生えないと言われた75年後、今、この非常に大きな復興を目の前にして、2020年世界平和経済人会議広島、参加者の皆さんと共に、経済と平和の連携の重要性を再認識し、この広島だからこそ、我々の国、日本だからこそ、この COVID-19 の時代に、これから100年後、100年を視野に入れて、民主的で自由なビジネスの前提条件となる積極的平和の実現のための新たな行動を始めることを宣言したいと思います。それでは本日一日を振り返りながら、広島の宣言について、三立委員長の方からお願いしたいと思います。三立さん、よろしくお願いします。はい、梶副委員長、どうもありがとうございました。本当に今日一日、さまざまな議論を踏まえまして、これから後の部分につきましては、皆さんの議論、セッション1、2、3、そしてスペシャルセッションを踏まえて、この宣言を我々自身の行動の意思表明として取りまとめさせていただきました。じゃあ、次のスライドをお願いいたします。具体的には、今回、企業活動、経済人を中心でありますけれども、さまざまなステークホルダーの皆さんが、やっぱり積極的平和にどうやって取り組んでいくか、特にこれは SDGs ということの関わりということでございます。1つ目のセッション、こちらはグローバル経済と格差ということでしたので、一番大きなキーワードは、インクルーシブな、包摂的とも言いますけれども、いろいろな分断があるところを、どうやってそれを超えていくかとかではないと、やっぱり平和に対するリスクが大きくなってしまう。で、その時には、企業が頑張るだけではなくて、それを支える存在である金融資本市場も同じように、そういう前向きの積極的な平和への関与をしている企業が評価されるという動きを作っていこうと。で、当然のことながら、その企業活動は、グローバル化の中では、政府も含めたルール形成が大事になってまいりますので、そのルール形成も同じように、全部揃えた形でやっていくことが大事だというのが、セッション1の議論だと思います。2つ目、お願いします。セッション2は、
都市化、工業化、そして気候変動というさまざまな広い平和のリスクをどういうふうにマネージしていくべきかという議論をいただきました。特に、COVID-19、今後の新型コロナはですね、工業化、都市化で豊かさを作ってくる中ではどうしても集中化、未知という表現もなさっておられましたけれども、これを少し分散の方へバランスを取っていくということをしなければいけないと。でそのためには例えば原爆からの復興における広島市や広島県の規模は実は適正だったんじゃないかと、一定以上大きくしないということも考えていくことが必要であり、でその中で特に今後出てくるであろう自然災害の被害が拡大する中では、おそらく気候変動を止めるためにはイノベーションがすごくいるでしょう。それからそれを支えるための金融の仕組みも新しいものがいるでしょうと。でこれを我々は実際に積極的に作っていくんだという議論がなされたというふうに思っております。中にはやっぱり SDGs いろいろある中では、あちらを立てばこちらを立たないというトレードオフの話がございましたけれども、それについてもそれはあるということを前提にしつつも、転換したさまざまな目標を個々に追求していくことで常に頭の片隅に裏側には全体成績があるんだということをやろうじゃないかということを経済人が実際の企業経営の中でやっていくという議論がなされたと思っております。セッション3の方に移っていただけますでしょうか。本日のセッション3はですね、やっぱり実は自治体ができること、スペシャルセッションでも議論が行われたんですけれども、やっぱり国と国の指導者だけではなく自治体レベルでできることはすごく大きい。特に SDGs を頭に置いたときには、具体的に特に教育レベルのことが大事だという議論がまずありました。具体的には科学リテラシーですとか、足元の学校、それから自治体も含めたコミュニティへの関与とか、偏見の除去、社会格差の縮小、こういったことを、頭に置いた、視点に入れた教育を行っていく。これを経済人もサポートしていく。で、自治体というのは実は、姉妹都市間協力とならではの外交もできると。これが国と国との外交を補完するということも非常に大事になっていく。で、こういうことをやっていくには、教育にせよ、この、補完的な外交にせよ、やっぱりデジタルを活用するということが、実際は格差を超えて、地球上津々浦々の方々、格差に苦しむ方々にも教育を広げていくということができる。それをサポートしていこうというのが宣言の中身でございます。そして最後に、次になりますけれども、スペシャルセッションをしていただきました。スペシャルセッションを踏まえてできましたのは、大きい戦後の75年、そして次の25年を踏まえたときに、大きい流れは安全保障は国と国の指導者だけがするのではないと。個々人の安全、人間の安全保障を考えるときには、企業であり、自治体であり、NPO、NGO であり、そして我々個々人、市民が積極的に関与していこうじゃないか。その時に考えておくべきは、現在の COVID-19 が突きつけていることでありまして、突きつけているのは、もともとあった問題や、その中で変化が起こっているものが、加速度的に目に見える、顕在化してきたわけですので、これ実は続いていくと。で、皆さんの見方もそうですし、私自身もそうですけれども、中期的にこのリスクがどんどん出てくるときには、どんどんその場で対応していくことが必要です。それを積極的にやる上では、価値観、倫理観を共有化していく。最終的には人類が全体性的になるように、能動的に関与していくんだという我々個々人の思いが大事だということを宣言の内容として組み込ませていただきました。以上です。梶さん、またお願いいたします。はい。三田知院長、ありがとうございました。75年目の節目を迎えまして、三田知院長のもと、経済界との連携も今までになく大変、高いレベルになってきたと思います。本当にリーダーシップありがとうございました。知事、それでは、三田知院長の宣言、いかがでしたでしょうか。コメントいただければと思います。はい、まずもってですね、本日ご参加をいただきました、パネリストの皆様、また視聴者としてですね、ご参加をいただきました人たちに対して心から感謝を申し上げたいと思います。今回オンラインという初めての取り組みでしたけれども、本当に濃密な議論をしていただいて、最終的な広島宣言というのもですね、本当に中身の詰まった素晴らしいものになったのではないかというふうに思います。この、今我々 COVID-19 コロナウイルスの危機に直面している中で、これは本当に子どもたちですら言っていることですけれども、この日常の、平穏ですね、あるいは平穏な日常というのが、当たり前だと思っていたけれども、それが当たり前ではない。で、これがまさに平和を脅かされている状況なんだと
思います。で、そういった平和な日常に対する脅威っていうのは、地球温暖化にせよ、あるいはその究極のところで言うと、まあ、戦争、紛争、そして核兵器というものにつながっていくものだというふうに思います。で、それを考えたときに、今回のこの議論の結論としては、まさに、様々な主体がですね、主体的に関わってこの平和を作っていくことが必要であるということではないかと思いますけれども、特にその経済との関係においてですね、経済人と呼ばれる方々、あるいは経済主体である企業が、その平和を能動的に作っていく、そこに貢献をしていくということが、いかに重要か、SDGs、あるいはESG の文脈の中で、企業がですね、マルチステークホルダーを意識しなければいけないということが言われてますけれども、逆にですね、平和というものもまさにマルチステークホルダーで、従来の国家との関係で考えられていたかもしれませんけれども、企業あるいは経済人がですね、まさにこの平和のステークホルダーであると、そこに能動的に関わっていく、主体的に関わっていく必要があるということが、非常につまびらかになったのではないかというふうに感じました。皆様の、本当にですね、深い議論、の、おかげで、本当にこの素晴らしいものがまとまったと思いますので、本当に改めて再度ですね、皆様に感謝を申し上げたいと思います。これからも広島がですね、こういった平和に関わる問題について、このさまざまな主体が情報発信をしていく、そういった拠点になるように我々も努力をしてまいりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。指示それではぜひ参加者の皆様のご賛同をいただきたく、ただいまWebex の画面に皆様、入っておられるかと思いますが、真ん中あたりにですね、参加者というボタンがあります。それをクリックしていただきますと、参加者の画面が右側に現れます。その右側の画面の右下のところに挙手ボタンがございます。こちらを押していただけますでしょうか。ご賛同いただける方、真ん中の参加者ボタンを押していただいた上、右側に出た参加者の画面の右下に挙手ボタンがございます。こちらを押してご賛同いただける方、押していただければと思います。今事務局にご確認いただきまして、多くの方に承認いただきました。ありがとうございます。これをもちまして広島宣言の採択ということで、宣言させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、本日大変長い時間にわたりまして皆さんご一緒いただきましてありがとうございました。先ほどいろいろなお話ございましたけれども、危機は歴史の欠けを進めるという言葉通りですね、この COVID-19 で非常にいろいろなもののスピードが早まったかと思います。また一方でですね、 SDGs というのは人々の一人一人の心の中にバラバラに存在している良心を紡いで世界を変えるような大きな流れにしていく、そんな仕組みだと思っています。この最後のセッションの方でもこのパートナーシップというのが重要だというのが川口さんやそれから高島頭取 CEO からもございました。一人の中に多分リーダーが存在しているということでですね、これから今日をきっかけに100年に向けてより良い世界を作れるようにしていけたらと思っております。それでは最後に湯崎知事と三立委員長からお言葉いただきたいと思います。三立委員長いかがでしょうか。どうも皆さんありがとうございました。企画をお手伝いする立場で今回来ました。
で今回のセッションを踏まえてやっぱり立ち止まって止まるタイミングだよなということを複数の方がおっしゃっておられました。1945年8月6日今朝も私も広島に伺って、原爆ドーム、そして平和記念公園のあたりを歩きながらやっぱり起こったことこれを逆転させていくために今何ができるんだろう、まさに広島で考えるタイミングがあり、さらには COVID-19 新型コロナウイルスは人間と自然の関係、我々の企業と働き方の関係、経済とそして社会の関係、全部一度前提を取り払って考えなきゃいけないような有機運が高まっているときに、これをこの広島の地で行わせていただく、そのお手伝いを少しでもさせていただけたことは、私もとても喜びでありますし、まあ、今回の宣言をただ書いた紙にせずに、皆さんとご一緒にどうやって具体的にしていくか、これからも努めていきたいと思います。本当にどうもありがとうございました。それでは湯崎知事、お願いいたします。はい。改めて、本当にご参加をいただきました皆様に心からお礼を申し上げたい、と思いますし、またこの企画を本当に長い期間にわたってですね、練って実現に、こぎつけていただきました三田知事長、それから梶さん、本当にありがとうございました。またその他関係の方たくさんいらっしゃいますけれども、心から感謝を申し上げたいと思います。今年 の、 8月6日のですね、平和記念式典で私は核による安全保障というのは、まあ、あくまでも人間が考えた虚構であって、物理的な真実ではないということを申し上げました。この核兵器の脅威というものはですね、まあ、今我々が直面しているコロナウイルス COVID-19 と同じように、本当に人類に対する大きな脅威だというふうに思っています。この今核兵器の問題も個人が大きく関わって核兵器禁止条約に結実をしているところがありますけれども、これからまた経済人の皆様にもですね、このコロナと同じように、平和の問題、平和につながる問題に関わっていただくということを通じてですね、核兵器の問題にも間接的にもまた直接的にもですね、関わっていただくということを強く望みたい、お願いしたいというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。はい。それでは以上で2020世界平和経済人会議広島、終了とさせていただきます。本日ありがとうございました。